女の子の名前はカリン。彼女は普通の一家に生まれ、普通の教育を受け、普通の女の子として育ちました。でもたった一つだけ普通じゃなかったのは、彼女の家は吸血鬼一家だったのです。そしてもっと普通じゃないことに、彼女は血を吸うのではなく、血が増えてしまう造血鬼だったのです。さて本日のお話は、レンズ、スイート&スイスタイム。レン、どうやったらあなたの心を私のものにできるのかしら。それは無理だよ。え？僕が君の心を独り占めしてるんだから、誰にも渡さないさ。レン、私を独占して。今まで私、悪いこと何もしてこなかったと思うの。かもね。君はとっても真面目な人だから。でもね、たった一度だけ罪を犯したいの。どんな罪？あなたのハートを盗んでしまいたい。どうやって？わからない。でも、盗みたいの。でもね、きっともう僕のハートは全部あなたの手の中にあるんだよ。本当に？ああ、本当さ、泥棒さん。ああ、レン、もう離さない。なんてことをしてると思うのよね。アンジュ、まだ小学生なのに、なんて想像。さすが我が妹、大体合ってるぞ。え？じゃああんな背筋がゾーッとするセリフを毎回言ってるの？どこがゾーッとするんだ？ああ、話聞いてるだけで肌になんかブツブツ出てきた。まったくお前たちは。アンジュはそのうち吸血欲求が生まれるんだから覚えておくんだな。こうやってシチュエーションをきちんと確立することで、血のうまさは2倍にも3倍にもなる。そうなんだ。じゃあお兄ちゃんは喜んでああいうセリフを言ってるの？当たり前だ。俺の行動に間違いはない。そうですか。どうせ半端な吸血鬼のお前にはわからんだろうけどな。ない。そんなこと言わなくちゃいけないなら半端でいいもん。おとなしく聞いてれば。こんなお仕置きだ。痛い。頭グリグリしないで。この半端半端半端。私もああいう風になるのかしら、ブギー君。さあな。でもどんな思考になるのか楽しみだけどな。あら、ブギー君もそう思う？